なりの人数が集まってる。なんだか不穏な香りがするぜ。よりによって庇護の日と重なるなんて、ピリピリしない方が無理よね。雲行きが怪しくなってきた。早く依頼人を見つけないと。姉さん、あれ見て。私たちが探している人ですよね。ああ、そいつだ。ここに入ったね。二人は見張ってな。私は依頼人を助けに行く。国軍が小石爆弾で襲撃されたらしいぜ。小石爆弾？やっぱり裏で糸引いて。俺らには関係ないって。姉、あれ、この人は。ああ、こいつは心配いらない。初対面だってのに不思議なこともあるもんだ。この子らは私の子分。ないここもじきに火の手が上がる。どうした？おい、何をぼ…なんでだよ。しっ、聞きな、足音だ。よし、通り過ぎた。でも、もし今出たら、鉢合わせちゃいますね。かもな。落ち着くまで、ここで待つか。ああ、それがいい。わかる、マイさん。しっかり扉を見とくんだよ。もう逃げられねえぞ。どうせ一人っきりなんだら俺らと来いよ。
丈夫？怪我はありませんか？あ、待って！たく失礼だな。助け…感謝されたくて助けたんじゃないもん。その辺にしときな。あの難民の列に紛れ込んだみたいだけど。どう思う？うん、よっしゃ、行こうか。なんか気な臭いね。かもね。気抜くんじゃないよ。状況が変わるときは一瞬だ。いえ、どうにか次の目的地にたどり着くには最低でも3日分の物資がいるんです。この俺と交渉したいとは、命があるだけありがてえってもんだろうが。そうだぜ、分かったらとっとと物資をよこせ。みんなが見ている目の前で強盗を働く気ですか？それがどうした？こいつでドタマかち割られてんのか？あら、あなたお隣さん家の末っ子じゃない？うちの店にも来たことがあったと思うけど。何を出任せ。このウェーブランは、あなたが。でもあなたは今これまで世話を焼いてくれ、情けないとは思わないの？うるせえ。今俺がやってるのは、同じ志。僕弱い者に刃物を向けて威張るだけ。そんなちっぽけで日和見な連中が集まって生きがって…俺は…このガキ…死に…獲物の分際でこの俺に無駄骨…もう構わん、奪え！何？私たちは…おっと、あの嬢ちゃん喧嘩は…証明…やりやがっ…みんな武器を取って、自分の身はち…じゃ、ちょいと手伝おうか。あなたは…ほら嬢ちゃん、ぼさっとしない。守りたいもの、どっさりあるんだろ。皆さん、今です。力を合わせて、一気に脱出しますよ。あんたたち、腕の見せ所だよ。了解。わかりました。いいんですよ、困ってる人がいたら誰だって。へっ、あんな奴らじゃ。かた嬢ちゃんはこいつらのり？いいえ、私も皆さんと同じで。町を脱出した後はバラバラになると思います。私のような身寄りのないものが大半ですし。だったら私らと一緒。お誘いありがとうございます。でもみんなとの約束があり。そうか。ひとまず大通りに沿って。でも後のことはクロスロードについてから考え。難民にとっては簡単な道のりじゃないだろうね。ええ、それでもいつも誰かが助けてくれるとは限らん。みんなで力を合わせ武器を手に取れば、少なくともただ死を待つだけの。確かにね。東の方角へ進むとしたら、あたしらの町を通るかもしれない。すっごく素敵な町だから絶対。そん時は弓の指南でもしてやるよ。わかりました。あなたにもお礼を。さっきの戦い、あなたきっと多くの死傷者が出たと思います。違いない、大したやつだよ。さあ、そろそろ出発しなくては。街の中は危険です。皆さんも早く離れ。
無事をお祈りします。ああ、あんたらも気をつけな。よくできた嬢ちゃんだ。で、あんたはどうする？ない。それじゃ、あたしらと一緒に来なよ。そうそう、一緒に行きましょう。あんた、俺たちに出会えてラッキー。古の大陸ロディニア、そこに存在する悠久の歴史を持つ美しい国イリア王国。イリアの大地には硝石が豊富に眠る。だが謎の力を秘めた希少な鉱石は列強たちの非暴を招いた。権力争い、外部勢力の介入、過激化する宗教問題や民族対立、ウェーブランでの暴動をきっかけにイリアの波乱なる運命が幕を開ける。果たして君をどんな旅が待ち受けているのだろうか。すぐ着きますよ。ほら、見て、あそこ。生きて戻れないかと思った。本当、ま、この先の街